ちなみにここであれ使うと帰れるのかな。何もないよな。針の下になんかあるようにも見えないけど、ここに戻るんかーい。そもそも追えないんだよな。危ない。ああ、ミイラにワンパンなのか。でもこれ閉じ込められてんじゃないか。あ、無限に回収できるハート。何やってんだ何やってんだ何やってんだ。はい、今誘ってたんだよ、間抜けが。あ、お宝お宝。痛い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 。出るしかないか。コンパスないんだ。いやー、隣落ちる場所ありそうだな。ここも落ちてきた場所だし、下の方、あれだ、これだ。待って待って、焼こう。あべー。おー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 、美味しい。このステージは彼いるの？なんとかハンドじゃないけど、なんとかハンドなのか？やべ、熱い。ここは、あー、さらに横なのか。気になるな。何もないんだろうな。くそ、ハート1個か。収穫は面白くねえな。おら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 。あ、嘘だ、なんか切り替わったぞ。火が当たりそう。あぶねえ。そういう罠なのか、これ。この場所。取った瞬間に切り替わりやがった。誰かが踏んだわけじゃなくて、多分そういう罠なんだよな。魔法覚えた俺は強いな。普通に魔法が有能なんだよな。危ない。これ上何？はい。まあ、こんなもんはこれでワンパンだか。エクスプロージョン優秀。鍵。でもここの鍵、あ、そっか、脱出するために開けなきゃ。いや、開ける必要もねえのか。このマーク何？穴のマークか。落ちてきたマークだよな。あ、ボスの場所もあそこ出てるな。とりあえず B1 階の、下半分のマップは終わってって、聖剣のあるあたりか。やっぱそうだよな。あそこに行けば何かしら答えが見つかるのか。だってもうマップ的にここ用ねえもんな。アイテム取ったし、他のも取ったし、鍵使えば簡単に出れるってだけで、別に遠回りして出ようと思えば出れるけど、遠回りしちゃうか。鍵保持して行っちゃおうぜ。ここ一歩通行ってだけだもんな。
ここから出るもん。このファイアロッドがあったら、あの封印を解くことができるとか？ここに火を灯すんじゃないか？開いたわ。こんな顔してたっけ？完全にやっちゃった感あるけど、大丈夫か？そうだね。このエリア攻略しちゃえばボスのとこ行けそうではある。念のため、いや、待てよ。間違えちゃったー。ファイアロッドでやるつもりだったのに、焼いちゃった。ん？あ、迷路になってんのか、これ。やばいな。こっちに受ける壁があるんだよな、これ。だからあの宝箱はとりあえず取れない。とりあえずは橋をまっすぐ行くか。チョップス、チョップは安全地帯か。あ、行けるな、これ。行っちゃおう。なんだこの部屋。危ない。お前おるんかい？正規の攻略で行くとすると、とりあえず上まで行っちゃって、ここに帰ってくるのかな最終的に。あ、違う違う、右回りだ。なんであれ、あいつあそこでぐるぐるしてんだろう。左か？え、なんであれ、あんなとこでハマってんだ、あいつ。何もないとこで。ここも壁ありそうだな。なんであれ？下の方で焼けたやついなかった今。あれも敵か。ただの敵だったのか。本来はここで鍵を手に入れるんだね。まあ余ってんだけどね、一本。この余った一本って後々持って帰れるのかな。別のダンジョンで使えたらそれはそれでぶっ壊れるんじゃないか。なんであいつハマってんだろ、あんなとこで。まあ、なんか知らんが、ハマってくれたならありがたいけど。あ、お前そこまで来んのね。あ、動き出した。なんだったんだ？とりあえず、敵が邪魔なので、嘘だー。焼きたい。いだーい。あ、ハート取った。間違えて撃っちゃったじゃないか。だよ。あいつ普通に反射して帰ってきやがった。誘いてえな、あいつを。はい、来たー。まぬけがー。パズルなのは見ればわかるけど、次はこっちだね。ここかな。オッケー。楽勝しょい。あれ？楽勝だと思ったら戻ってきちゃった。あー、なんで？パズルば、ぶっ壊れたぞ。パズルがぶっ壊れてしまった。これでいいのか。火をつける場所がありますね。ファイヤー。結構まっすぐ飛ぶ。敵が邪魔くせえ。燃えろ。無駄にダメージ受けた。ボス戦前の回復、間に合うかな？くっそ、火が。オッケー、間に合った。
ん？入った途端にクリアした？痛い痛い痛い。あの星のやつ何？ああ、偶然にも降ってきたのか。え、ここじゃない。すぐ分かったけど。他はない感じですか？地図見る限りだと、この、鍵持っててよかった。あ、なるほど！そういうことか、これ。さっきのとこで鍵使わなかったら、ここで回復部屋に行けますみたいな感じだったのか。多分、と思ったら鍵出てきたわ。じゃ、マジでただ取っただけじゃん、俺が。回復部屋じゃねえ！回復部屋じゃねえだと？一応セーブしよう。回復部屋じゃねえのか。矢がいるのか。回復じゃねえ。痛い。なんだ。流れる。何？うお、動くのそれ。いきなりなんだい。いや、もうボスの場所までは割と一直線だから、回復した状態で行っちゃうのが楽ではあるよね。でもめんどくさいって言えばめんどくさいのか。帰ってくるのは楽だな。ハートが一個なーい。危なー！危なー、お前。やってくれたな。セーブしよう。ハート出ねえんだもんな。あんな避けれるわけないやん。先手必勝。効かないわな、多分。効いてないっすね。え、待って。ここ結構めんどくさい。多分ファイヤーロッドが一番効くよな。おら、やけど角度で。トゲがマジ、やば、厄介。おらー、闇の力を喰らえ。セーブ&ロード。まった間違えた。一番、うわ、飛んでからじゃないとダメージ入んないのか。おら、弓矢。くそ、重い、なんか重い。重くない？これ床が動いてるせいか。いや、重いな、弓の動きがスローになってる。オブジェが、すごい多いからか、動くものが。あいつ横には攻撃できないんだな。なるほど。ここでいきなりエクスプロージョンになってんのがまずい。できればこれの回復も取りたい。いてぇ。まあ、いいや。一旦下がる。飛ぶ。燃える。オッケー。攻撃チャンスは見極めたぞ。うわぁ、重い。処理落ち。くそ、ラスト一発が外した。あ、でも勝った。割とはめれたな、今回の敵。はあ、どっかの司祭みたいにさ、
横攻撃できないからさ、よかった今回な。いやー、今回のバス戦楽だったな。セーブロードしたとはいえ、まあでもなんか処理落ちが敵だったかもしれないな、今回のボスは。結構処理落ちひどかった。あ、ハート2強になってる。リンク、あなたのおかげで魔族の手から逃れることができました。ありがとう。大いなる災いの予言は知っていますか？私はこう聞いています。もしも悪しき心を持つ者がトライフォースを手に、するならば、勇者が必ず現れ、この大いなる災いの元となるものを撃つであろう。なるほど。しかし勇者が、倒れた時は、悪しき心の者に世界は覆われてしまうであろうと。そりゃそうだろうな。そう、勇者になれるのはハイリアの王家を守っていたナイトの一族の者だけなのはず。マジか、責任重大じゃん。生き残り俺だけだろ。あなたはその血を引いて いたのね。ゼルダ姫を必ず救ってあげてね。ちゃんと聞こえたかしら。勇者の行き道がトライフォースへと導かれますように。ふぅ。てかあれだな、今回のダンジョン、ボンバー強かったな。爆裂魔法と、前回だったかに悪魔くんのおかげで、消費の MP を2分の1にしてもらったのがでかかったな。あれなければ、今回苦戦しただろうな。そう考えると、たまたま見つけた悪魔くんは運が良かったのかもしれない。かかりこに帰りたいね。かかりこ？はぐれ者の町か。帰ろっか。さて、とりあえずここに帰ってきたけど、多分ね、検討的にはここなんだよね、次回のダンジョンって。だよね、4番ここだもんね。まあ、次回はここに入る方法をまず探してから進めようかな。というわけで今回はここまで。それではまた次回。バイバイ。